この日も科学特捜隊による宇宙パトロールが行われていた。こちらビートル、いで。高度4万メートル、宇宙のウルトラゾーンをパトロール中、異常なし。こちら本部、宇宙に異常なし。了解。ご苦労様です。おい、あれを見ろ。ケムラーじゃないか。そうだ、ウルトラマンに宇宙へ放り投げられたやつだ。お、今度はアントラーだ。あ、また来た。ネロンガだよ。おい、地球で俺たちと戦って宇宙へ追放された怪獣たちだ。奴らはここまでウルトラマンに放り出されて、そして永遠にウルトラゾーンを漂っているんだ。まるで怪獣墓場だな、ここは。なるほど、怪獣墓場か。だけどどうだい、どいつもこいつも憎らしい奴らだったけど、こうして見るとおとなしくってちょっとかわいそうな気もするな。お、見慣れない奴がいるぞ。何、地球では見たことのねえ奴だ。そうか、きっとよその星から追放された怪獣なんだよ。こちらビートル、宇宙のウルトラゾーンに異常なし。されど我ら怪獣墓場を発見せり。なるほど、怪獣墓場か。話を聞いてみるとかわいそうね。姿形が私たちと違い、力がありすぎるっていうだけで宇宙へ追放されてしまったんだから。そういえば随分やっつけたな、ウルトラマンの力を借りて。奴らはウルトラマンに力いっぱい放り出されて無重力地帯まですっ飛んでいき、そこで永久に宇宙の孤児となってるんですよ。キャップ、どうです、怪獣供養っていうのやってみませんか。怪獣供養。そうです。ほら、洋服屋さんなんかは1年間に使って折れた針を集めて針供養っていうのやるでしょう。あれと同じように。怪獣供養ね。ええ、うん、一つ怪獣どもの霊を弔ってやるか。おお、おい、ハヤタ。ハヤタさん。許してくれ。地球の平和のためやむなくお前たちと戦ったのだ。俺を許してくれ。心ならずも葬った数々の怪獣たちに対し、ウルトラマンはおそらく心の中で詫びていたに違いない。そしてその翌日、科学特捜隊本部では怪獣供養が行われたのである。討論の末、怪獣供養はとりあえず物式で行うことになった。科学特捜隊の隊員は心から怪獣たちの冥福を祈った。そしてそれぞれ苦しかった怪獣との戦いを一つ一つ思い浮かべていたのである。その頃、ここロケットセンターから日本最初の月ロケットが打ち上げられようとしていた。4、3、2、1。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとう。しかし大気圏外に出るまではまだ安心できんよ。月ロケットは正常に運行を続けています。あと5秒で宇宙です。成功です、博士。博士、大成功です。あ
ありがとう。みんなの協力の賜物だ。お博士、異常です。月ロケットからの発信音が途絶えました。何？同じ頃、宇宙研究所のパラボラアンテナは奇妙な物体が宇宙から落下してくる事実を捉えた。墓場からよみがえった怪獣、それはまさしく怪獣の亡霊と言ってよかった。白温調整が必死無常同士が不満足政府上昇学がお無量を不意大世主不最小便具政府上昇学が、はい、こちら家督隊本部でございます。はいはい、何ですってキャップ。またまた怪獣が現れました。はい、全員出動準備。はい、一体何をするつもりなんだろう。やつは宇宙へ向かって仲間を呼んでるんだ。だけど、それにしちゃ悲しそうな声だな。待って。どうした？怪獣は空へ帰りたいんじゃないかしら。ほら、そうよ。だから一番高いビルへ登ったのよ。なるほど、そうかもしれん。しかし一体奴はどうして宇宙へ帰るつもりなんだ。行こう。死ねえくせに。やつ歩き始めたぞ。どこへ行くんだろう。
降下、地上攻撃に移れ。了解。攻撃開始。宇宙へ帰りたいというのかな。だけど一体どうやって奴は宇宙へ帰るんだろう。キャップ、月ロケット研究所の人たちに相談してみたらどうでしょう。そうか、ロケットに乗っけて打ち上げてもらうか。ありません。いや、偶然だったんですよ。偶然博士の月ロケットが怪獣墓場の一棟に衝突したんですよ。それで奴は宇宙へ帰りたいと言ってるというわけなんですな。そうです。どうでしょう博士、怪獣を乗せて打ち上げるロケットをなんとか。しかし今使えるのは月ロケット2号だけですからね。月ロケット2号は先生の大切な研究のために。諸君、こうなったのもたとえ偶然とはいえ私たちの責任だ。月ロケット2号を使用しよう。先生。いや、月ロケットはまた作ればいい。しかし怪獣のために日本がめちゃめちゃになったらどうするのだ。すいません、お願いします。月ロケット2号は怪獣シーボーズ輸送のため直ちにロケット基地へ運ばれることになった。あ、キャップ、あ、キャップ、キャップ、どうでした。いや、成功だ成功だ成功だぞ。月ロケット2号はシーボーズを宇宙へ返すために使用されることになった。よかったですね、キャップ。よかった、本当に。奴は喜んでいるんだ。奴が漂っていた無重力地帯はいつでも夜だった。きっと奴は今あの怪獣墓場にいるようなつもりなんだろう。だけど真っ暗な墓場に帰りたいなんて信じられないな。違うわ、怪獣墓場だけが静かにいられる場所なのよ。そうだわ、きっとどの星へ行っても地球と同じように攻撃されるに違いないわ。だから怪獣たちが心から落ち着いていられる場所は墓場だけに違いないわ。よし、完了です。準備完了です。どうぞ。わかりました、全員ビートルに登場。はい。
射準備、発射準備。よし、発射、発射。発射してください。発射準備よし。よし、秒読み開始。10。4。3。2。1。あ、キャップ。ウルトラマンは怪獣を宇宙へ返しに行ったんだ。全てが終わったかに見える。しかしウルトラマンと怪獣との戦いはあまりに長すぎたのだ。ウルトラマンの太陽エネルギーはもうなくなり始めていたのである。ウルトラマンも無重力地帯までは登れなかったらしい。ちくしょう、ビートルには奴を引っ張っていく力はねえしな。となるとやっぱりロケットしかねえな。ダメよ、ロケットじゃまた壊されるのがオチよ。一つだけ方法があります。なんだ。ロケットをウルトラマンにするんです。奴はウルトラマンが宇宙へ連れて行こうとしたことは知ってます。だからロケットをウルトラマンの格好にすれば。なるほど。よし、博士に頼んで大至急壊れたロケットを修繕してもらおう。そんなに恋しいの？怪獣墓場が。どうやらロケットは治りました。ありがとうございました。ウルトラマンロケットの誕生ですね。よし、即刻怪獣をウルトラマンロケットへ誘導する。
ビトル1号機にはイデアラス、2号機には隼人、藤君は地上へ私と一緒に残ってくれ。了解。ワイヤーの発射指令は地上から私が行う。了解。決まる。秒読みなしで願います。戦いは終わった。科学特捜隊にはいつものような静かな日が帰った。それはパトロールに明け、パトロールに暮れる退屈な、しかし平和な毎日であった。怪獣墓場、どこへ行っても嫌われる怪獣たちにとって、平和で静かな毎日は墓場にしかないのだろうか。怪獣墓場、それは広大な宇宙の中の奇妙なる伝説の一つではないだろうか。